西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週はですね、結構この大阪ダブル選挙絡みの質問が多かったんですが、その中で、うさぎさん、女性で40代大阪の方です。橋本松井大阪維新は自民党の大阪県に難癖をつけ、一度大阪市民と、大阪市住民投票で否決された、大阪市解体構想を無理やりご利用しさせようと、またマスコミを使い大阪市民府民を洗脳、して誘導しているようにしか見えません。いかがでしょうかと。でマスコミに洗脳誘導をやめろと言いたいですという話なんですけれども、まあ、私も全く同感ですね。そもそもですね、この大阪都構想というのは、一度否決されてるんですね。でその法律を作って条例を作ってですね、そして住民投票をやって莫大な費用をかけてるんですよ。これ莫大な費用をかけて住民投票をやってですよ。でまた自らもですね、この維新の党がですね、聞くところによると5億円近い広告宣伝費がまだ払われてないという話らしいんですけれども、とにかく莫大な広告宣伝費で、これも政党助成金からですね、使って、いわば税金でですよ、それだけの費用をかけて、そしてそこまでやってですよ。これ自民党反対してた自民党には全くそういう、この宣伝費用がなかったもんですからね、同志の大阪の自民党の方々本当に嘆いておられました。維新はその自分たちが持っているですね、政党助成金を、テコにしてですね、莫大な広告宣伝費出してるんですよ。でそこまでやってですよ、そしてマスコミも巻き込むんでやって、結局、まあ、僅差ではあったけれども否決をされたんですよ。だからこれショックでですね、橋本さんはもう私は引退しますと、もうダメです、終わりですと、こういう話で言ってたわけですよね。ところがその下の根も乾かないうちにですね、またもう一度聞くと、一体何ですかと。政治の世界ではですね、この議会制民主主義の一番大事なルールの一つが一議不再議というのがあるんですね。一つの議題を2回再議、議決しないということなんですね。つまり1回議論して結論出したら、同じことはもうその結論出てるからもう一度蒸し返さないということですよ、ね、でここが一番大事な話なんです。そうしないと前に進まないんですね。でまたぞろですね、いや前のあれもっぺん やってくれとかね言ってもですね、もうそれ済んじゃないと、こういう話ですよ。で例えばちょっと違いますけれども、例えば日韓基本条約ができた時にですね、日本と韓国との間でもう一度国交は回復したと、その時に過去の清算をしますということで、さまざまなですね、この円借款や協力や、も含めてですね、お金も出すことは出し、そして、その代わり戦前のですね、日本が置いていった資産はですね、そのまま使ってくださいと、日本は返してくれと言いませんと。でそういう形でですね、韓国側にも十分配慮して、で韓国側も分かりましたというので、この国交回復がきっちりされたわけですよね。でところが一度そうやったのに、また今度はですね、従軍慰安婦問題、これはもう初めからこの従軍慰安婦という言葉自体が、ありませんでしたけれどもね、またこれが出たのは、この吉田誠二というですね、まあ左翼的な元共産党のですね、方が勝手に自分のですね、思いついた想像で書いたということを事実言ってるわけですから、それが元になった話が外交問題になってしまったんですけれども、まあ、これも要するに一度、何もそういう問題なかった友好親善の条約を結んでるのにもう一度蒸し返すというのはですね、お互いの外交の信頼関係をなくす一番の原因になってるんですけれども、まあ、こと外交でもそうですけれども、要するに民主政治の世界ではですよ、一度議論をして、そして住民も巻き込んで投票したものをですよ、なんで半年後にもう一度聞けるのかと、私にはこれがもう全く分かりませんね。つまりこの維新の党というのはですね、民主主義を全く理解していないと、議会制民主主義というのは全く理解していないとしか言いようがないんですね。ですから普通でしたらそんなルール違反じゃないかと、ルール違反なんですよね、ルール違反やっちゃダメだと、ということをですよ、我々自民党ももちろん言ってますけれども、これは維新以外の全ての党がそう言ってるわけなんですけれども、マスコミや識者ね、この公正中立な方々が当然そういうふうに否定をしてですね、相手にしちゃダメなんですよ。ところが
どういうわけかですね、この大阪のマスコミなんかはですね、そのままその、彼らの言ってる話をですね、まさに詐欺的手法ですよね。一度決まったものをもう一度やってくださいと、完全にルール無視ですからね。でそれをそのままやっちゃってると、でそれもまたそれでまた聞くこと自体がですね、意義があるかのようなことになってますけれども、これはもうとんでもない、私はもう、民主主義が分かっていない、方々だと言わざるを得ないと思います。そして結局ですね、今回の大阪ダブル選挙ですけれどもね、これもよく考えてくださいよ。大体なんでダブル選挙やってるんですか。もともとですね、4年前橋本さんはですね、大阪府知事に選ばれ、そしてですね、大阪市長にはですね、もう一人平松さんという市長さんがいたと。でこの平松さんが市長 で大阪都構想にももちろん反対だしですね、この自分の言うことを聞かないと、ねで知事だったら何でもできると思っていたんだけれども、大阪市政についてはですよ、このまさにまんじゅうのあんこの分、大阪市の一番のこの中心部、大阪の一番中心部の大阪市は政令市で、まあ、府県並みの権限を大阪市長が持っていると。それでせっかく知事に自分がなったら全部できると思っていたら何もできないということで、よしそれなら、ね、あのダブル選挙をやってもう一度聞こうという話になって、任期の途中でですよ、この橋本さんがまさに平松さん落としのために自分が市長選挙に出て、さらには、この自分の同志の松井さんをこの知事に祭り上げてですね、そして大阪都構想をやるんだと言って、この今年の5月にその結果選挙住民投票までされてしまったんですよ。で本来住民投票すること自身もですよ、もともとは議会の中では否決されていたんですけれども、まあ、そこまで言うんだったら一度やらせてみようじゃないかということで、まあ、公明党さんなどがですね、住民投票すること賛成になったから、ね、これ住民投票したんですよ。そして否決されてるんですよ。つまりこのことを考えていくとですよ、一体いつまでやってるのっていう話ですよ。つまりこの4年間というのはまさに大阪都構想しかこれ彼らは言っていないし、もちろん実現できてないし、また実現してもですよ、先は全くですね、不透明であるばかりか、このそもそも経済的に大阪の経済がですね、何度も説明しますように落ち込むのは見えているわけですよ。その理由というのは要するに大阪のこの域内で使うこの予算の金額がですよ、減ることになるんですから、予算を増やして大阪を活性化させるというんだったら分かりますけれども、予算を減らしてどうやって大阪を活性化するのかと、本当にもうとんでもない話なんですよ。こういうふうに全てがデタラメで、手続きにしても言ってることにしてもですよ、全く、自分たちが言ったことに責任を持ってですね、その言った言動に対してですね、忠実に彼らはやっていないわけですね。現行不一致、まあ、これがですねずっと続いてきてるわけですよ。でこれで大阪が良くなるはずありません。この大阪都構想を粉砕するためにですね、実は、代替案がでは自民党なんかないじゃないかということをね、彼らよく言いましたから、私が自民党の、近畿ブロックの、この、議員総会でですね、大阪都構想に代わる新幹線ネットワークによる近畿メガリージョン構想というのをこの提案して、全員一致でこれが決議されています。でこの案というのはですね、要するに北陸新幹線中央リニア含めですね、早期に完成させることなんですけれども、これを、大阪だけじゃなくて近畿全体の起爆剤にしていくと。そしてこの大阪とこの、整備新幹線北陸新幹線は特に私の意見は、この近畿の北近畿の玄関口になる舞鶴から小浜から舞鶴まで行って、そこからズボッと京都駅に行って、そして最後は関空まで行くと、まさに、近畿の南北軸が新幹線によってつながっていくわけですね。今まで東西軸は、この山陽東海道、それから私鉄も含めてありましたけれども、北につなぐ大動脈がですね、これはもう全くなかったんですよ。でこれが近畿の、この地盤沈下の元にもなっている。で今回これを北陸につなぐだけじゃなくて、北近畿を通って南北軸を新幹線で作っていくということはですよ、これものすごく大きな計り知れない経済効果が生まれていきます。まあ、そうしたことをですね、実現するためには実は近畿の各府県が共同してですね、そのやっていかなきゃならないわけです。ところが大阪維新というのはどうでしょう。
まさに近畿の中から浮いてしまっている存在ですよ。でこの浮いてしまった存在がまた大阪市長やまた知事さんにですね、そういう維新の方々がなってしまうとですよ、せっかく近畿全体がですよ、メガリージョンでやっていこうと言ってるのに、これはまたできなくなる。そして大阪が維新である限りですね、このメガリージョン構想は完成できないわけですよ。いくら京都まで来ても最後大阪を通って関空まで行かなきゃならないわけですから、でこれを実現するためにも今回の選挙で何が何でも知事も市長も、我々はですね、大阪維新を粉砕して、この栗原知事候補ですね、それから、柳本知事市長候補、この方々に頑張ってもらわなくちゃ私はいけないと思っています。ぜひとも皆さん方に、ご理解をいただいてご支援を賜りたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。それで今日はですね、このうさぎさんの他にトッキーさん、アルペジオさん、北風太陽さんが2通、トップハンディさんが2通、電気屋さん、アキさん、ヘンリーさんが2通、フクロウさん、生やさしさん、ナムさん、そしてうさぎさん、以上14通いただきました。そして、またウッキーさんにはいつも、原稿講師をしていただきましてありがとうございます。